住田萌もの3月29日隊は、日本の子役、大阪府生まれ、兵庫県出身、ジョビーキッズプロダクション所属、音楽ユニット、風鈴のメンバーだった。母が DVD で見ていたマザーで、足田愛菜の演技に感銘を受け、3歳から足田と同じジョビーキッズプロダクションに所属して、子役として活動を開始する。2013年5歳の時に、 食べ物語彼女の献立帳でデビューし、複数のオーディションに合格して、ドラマや CM に出演した。ウーマンで主演、三島ひかりの、家族狩りで主演、松雪泰子の幼少期を演じ、明日、ママがいないでは、足田とも共演を果たす。2014年度後期の NHK 連続テレビ、小説、マッサンに出演しますさんとエリー夫妻の幼女。 亀山絵馬の幼少期を演じ、豊かな表情や細かな仕草などの感情表現が評価された。その後も、視覚探偵、日暮らし旅と、ON 異常犯罪捜査官、東堂雛子などに出演している。ギブスンの儀曲、奇跡の人を本案した、文化庁芸術最小、テレビドラマ部門大賞受賞作、奇跡の人では、生まれながらに目と耳が不自由な子供という難役を演じて、 演技箱役とも称される。2019年度後期の NHK 連続テレビ小説スカーレットでは、戸田恵梨香演じるヒロインの末妹、川原ゆり子の少女期を演じる。一方で、2018年より東京20公認プログラムである NHK2020 応援ソングプロジェクトによる応援ソングパプリカを歌う米津玄師により結成された 小学生5人のユニット、風林のメインボーカルを務める。風林ンメンバーとして2019年末の第61回日本レコード大賞にて、日本レコード大賞を受賞して、リリコ、知性とともに、同賞史上初の小学生での受賞者となり、さらに第70回 NHK 紅白歌合戦にも出演する。ありがとうございます。